とう。かっこいい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやーちゃん、はい、BB すごいスマイルでしたね。本当ですね、アイドルのような選手。まあこれはもうね、みんな女性ファンが好きになっちゃうのしょうがないですよね。ありがとうです。女性がタオル買ってくれる率がすごいんですよ。さあ青コーナーはその崇高なる色、紫パープルのパパタクミ、そして赤コーナーは褐色の巨人佐藤貴也。さあ、リング上、そのまばたくみの紫、そしてリングサイド、紫目立ちますね。そうですね。まあ、佐藤選手は嫉妬深いですからね。この辺り怒ってますね、多分。さあ、今何かチェックしている。さあ、この栃木プロレスの元気を、さあ、薄い代表を探しているということですか。さあ何か、さあカメラマンが何かを撮っているぞと言っている。 BB ばっかり、さあ BB ばっかりカメラマンが撮っているという、やはり嫉妬深い男ですね。これをパワーに変えてほしいですね。体は大きいのに。最悪であります。会場におばせを。だよ、ありがとう。さあ BB コールを、 BB サウンドを飛んでくる。さあ逆にこの辺りはヘッドロック万力のように締めていくのは佐藤チームだ。はいちゃん、実はちょっと真面目なお話でですね、この馬場拓実選手、そして佐藤チーム選手、共通要項があります。まあ、体を見てもわからないんですが、実は二人の師匠が共通であります。プロレスリングマスター、あのプロレスラーでおなじみ武藤敬司選手、その武藤敬司選手が作りましたプロレス学校、プロレス学院のなんと二人とも卒業生、佐藤剛選手が3期生、そして BB が4期生、先輩後輩になる BB 北村選手、そしてこの馬場拓実選手はプロレス学院の際に同期でありました。鶴田がコール、その褐色の巨人佐藤鶴田が、まあ、佐藤鶴田選手、実はですね、その時には100キロないぐらいのその細さでありました。はい、しかしながらウェイトアップに成功、そして今やこのゼロワンの、そして栃木プロレスのまた山梨、自身が頑張っている山梨プロレス祭りのスーパーヘビー級選手として、あの新日本プロレスで高木慎吾と一緒にトレーニングをしている、それがこの佐藤鶴田が、さあタックル、いや倒れない、
やはり倒したり、この辺りは、いや逆に力で振っていってろ。おっ、ちびかぶない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 、お気をつけください。はい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 、さあ早くも BB が出るか出るか。さあちびっこ、ちびっこ危ない、ちびっこ危ない、ちびっこ下がってください。栃木の空に BB、 おお、さあ危ない、場外になって危ない、ちびっこ下がって、ちびっこ下がって、さあ大丈夫か、気づいてない、ああ、キックは解けだ、さあ危ないです、場外になって危ない、下がってください、ちびっこ危ないです、下がってください。いやー、あそこ BB 本当は場外に解けなかったでしょうね。必殺のソムランチ危ない、さあ危ない、さあ正面が、さあ売店が危ない、下がってください、お願いします。鉄柱に、鉄柱にぶつけていく、さあお父さん危ない、お父さん危ない、アウト。なんと BB のタオルを、 BB のタオルを、お客さんの BB のタオルを、さあ BB のタオルを、さあそのお客さんのタオルを、あと、ああ、俺の汗を、俺の汗を、今見てください、あ、ファンの方が頭抱えてしまいましたよ、泣きそうで、泣きそう、泣きそうで、ああ、ダメ、場外なんて危ない危ない危ない、お父さん危ない、触ってください、さあちびっこ危ない、お気をつけください、お気をつけください、さあ危ない、場外なんて危ない、さあ、あちゃん、ちびっこたちが BB をすごい写真で撮ってますけども、応援してあげてほしいですよね。BB、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 何度でも何度でも立ち上がる。さあ、今 BB がリング下に逃げましたけども、さあ、間一髪で足を捕まえました。まるで魚を手で掴むように、さあ、あー今こちら側しか見えませんが、なんと BB の下腹部、 BB のあそこをですね、今なんと佐藤嗣隆が詰めた、すごいですね、 BB の BB に膝を当てました。これはいいんですか、いや反則です、反則です。さあしかしながら危ないよ、さあなんと田村愛ちゃんのために、さあ BB が悪さしないためにと、なんか今そういうことで BB の BB をですね、さあそういうことになりますが、さあもっと応援しろと、さあ BB、 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 またまた BB の BB を、 BB 頑張って、今 BB の BB を打っていきました。さあちびっこが頑張れ、ちびっこ頑張れと、あとそのちびっこが BB だ、ひどいです、最悪、この男山梨の、あ、ちびっこには優しく返すんですね、やっぱり山梨はダメでしたね。さあしかしながら、しかしながら頑張れ BB、 さあ栃木 BB を応援してほしい、 BBなんだなんだ、さあちびっこを見ておけといった、さあなんだ、あ、何より気づいてない、あ、ビービーよ、ビービーよ、さあビービーの非常にイケメンのその大事な部分を通過しております。いやもう白昼堂々ビービーが顔を押さえてますよ、大丈夫でありましょうか。さあ頑張れ、さあババコールでも BB コールでもいい、さあババ頑張れ、 BB 頑張れ、バーバ BB、 さあ愛ちゃん、はい、本当にですね、まあ妹とやっぱりこの、まあ、佐藤つくの、ああなんだなんだ、おっと BB がやったというふうな、さあそばに、いやいや私見ましたよ、いや明らかに明らかにビビ慣れましたじゃないですか、でもレフリーは気づいてませんよ、両方が両方でやり合ったんだと思ってますよ。いやこの辺り、いやこの佐藤嗣隆作詞ですね、そうですね、びっくりしました。さあ頑張れ、悪に対するはビビが一発返すことを信じている、そのちびっこに、うわ力、力技です、もう誰か
20キロ以上。この辺り、この辺り、もう今腰に力が入りません。さあ、ビビ、耐えるぞ。さあ、一発やるために。さあ、下半身に痛みが。いや、しかし、今倒れるふりをして、足が長いから届いちゃうんですよ。いや、これは男子にしかわからない痛み。さあ、頑張れ。さあ、応援してほしい。ビビ、しかし鍛えようのないそのブレーンバスターといった。さあ、誰も応援をしてくれない。盛り上がっていけど、さあブーイングで、ブーイングと、そしてビビコール、ブレーン、うまく返した。さあビビ、今度こそエルボー、エルボー、ピン、さあバッキック、やはり強い、やはり強い、実力があります。佐藤鶴田、その前くるくる回転、強い、強い、うまい、ビービー、ビービー、ビービー、そして、そして、出るか。
蹴りには蹴りには佐藤も立ち立ち、あーラリアットの顔して顔面キック、あーすごい蹴り、そしてうわー決まった、必殺の必殺のあれが出るか、さあ決まれば必殺、さあこれはこれは、あーとしかし下から落ちてきた、下からピンタ、さあさあ佐藤にも、佐藤がすごい攻撃、フラフラ、さあ佐藤も本気、佐藤も本気、さあさっきまでの余裕はない、さっきまでのお笑いはない、さあもういけるかいけるか、なんと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 2階からのブレーン、あっそーかわいい、リングが壊れる、あー残念、いや返したー、かっこいい、ビー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 ビ